どうも、キスケです。本日は孫一族パーティーで不死身の変身ご飯使っていこうと思います。まあ6凸になったので Z アビリティが乗るようになったんですね、孫一族に。まあ、これでだいぶ強く使えるんじゃないかなと、思います。確かね、紫の孫一族でしっかりと孫一族に乗っけてくれるキャラクターってね、いなかったような気するんだよな、パーティーに入れれる範囲内で。例えば悟空3、こいつサイヤっすよね。そう、サイヤ人でしょ。でこいつはどうだった。あ、孫一族乗るんか。まあでも一タグですよね、打撃攻撃だけで。身勝手は、身勝手もサイヤやったよね確か。うん、サイヤ人なんで、まあ、しっかりと孫一族で乗るっていうのはだいぶ貴重だと思うんでね、使っていこうと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。髪抜きパーティーですね、対戦やっていきましょう。お願いします。どうしようか、親子で行く？これで行こうか。お願いします。なんかブルー悟空も出てきそうやし、ブルーゴジータも出てきそうやし、これで良さそうやね。お願いします。よろしくお願いします。OK。ナイス。まさかの緑なしだったね。OK。びっくりマークなんだこれ。タックルか。あー、タックルやったら。反応したかったな。動揺していく。OK。ナイス。出てこない。感謝。じゃあ必殺アーツで。相当削れると思うんでね、これ。ナイス。さあ、こっちはライジングラッシュ打ったぞ。ただあなたはどうかな、ライジングラッシュ打てるかな、どうなんだい。強い。かまろぜ、強え。めっちゃ繋がるやん、すげえ。そんな繋がるのか。皮は外れないはず。よーし、特殊で見て、びっくりマークタックルじゃない、うん、はい。いやー、びっくりマークないか、これまずいな。当たろう。はい、あ、ライジングじゃなかったか。さあラスト、タックルはない。あーし、落ちかな。いや、これ究極 リミテッド時間かかるから決めたくなかったけど、それしか圧なかったんでしゃあないな。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。サイヤ人パーティー対戦やっていきましょう。いやー、ポイント多いね。対戦お願いします。そうだなー、まあでも紫からいって良さそうで、またなで、こうかな。
やっぱこうなっちゃうよな。あ、いや、親子で行こう。お願いします。瞬間移動と不死身を兼ね備えた圧倒的パワーを見せてやる。あ、またな、出てこへんのか、マジか予想外やった。まあこっちが紫出してくるって多分バレたんでしょうね、さすがに。まあそれならそれでいいさ。お願いします。避けれない、びっくり、びっくりですね。おい、なんだこれ。なんだこれ。ああ、すんごいすんごい。はい。あ、でも海外っぽいよな多分。まあそれやったらしゃあないかとはならないんだよな。はい、ナイス、頑張ってご飯ちゃん頑張って。あ、ドラゴンボール溜まりましたね。どうしようか。打つなら緑でライジングラッシュ打ちたい。びっくりマーク。OK。なんかさっきからね、その回避した後にアーツを押してきとったんで、まあ、これはさすがに分からせてあげないと。さあ有利属性よ。はい、ナイス。まあこれはしょうがないな。落ちなさそう。あれかわいそうにね、残念だね。このまま削り取っていこう。泥速上がってるからすごいよ、火力が。いやー、いい火力だ。もう究極アーツも使っちゃおう。はい、そっちで受けるしかないよな。あー、硬いな硬くね、めちゃくちゃ硬い。ただまたなも硬いまたなも硬い。おお、俺は出すぞ。油断せずに行こう。勝てー、お互い硬いこれは絶望だ。やべえな。通常必殺。さあラスト、ラス1悟空だ。オッケー、ナイス。これ多分泥速あるから、いや落ちはしないか。あ、でもライジング溜まったな、ライジング溜まったね。運ゲーかますか。運ゲーっていうか、まあ3対1やけどな。はい、まあ射撃でいこう。次はよっしゃ。対戦ありがとうございました。
さあマッチングしました、未来パーティーですね。対戦やっていきましょう。前職いますね。初手どうしよっか。黄色でいっか。紫あと1体どうしよう。あバカ野郎使うか。じゃあ次はお願いします。いやこの孫一族マジで強いわ。すごい強い。使っててひしひし感じるわ。で紫出てこない。違う緑出てこない。これはバカ野郎出しがちやな。助かる。お願いします。はい。うん。オッケー。あーうまい。うまいね君。バフ消し。あ、押しちゃったよ。キャラチェンしなくてもよかったか。特殊で見て回避しそう。あいーナイス。素晴らしい。さあライジング溜まりましたね。打っちゃおう。全然構わない。もう相手より先に打っちゃう。これが多分大事だと思う。不死身キャラいるときは。よし。これが強いんだよな。さあさあ顔外していく。ナイスタコ。はい。ナイス。いいね。いい感じに攻めれてる。終わらせる。どっこいしょ。いい火力です。火力高え。なんだそれ。嘘だろ。なんだ今の。完全に予想外や。予想外な動きしちゃった。必殺圧なくてよかったわ。危なかった。おい集中しろ。集中集中。必殺圧は落ちとったぞ。強い。よし。ナイス。退散。オッケー。ナイス。いや悪くないね。いや今の合わせれたな。いやなんかジリ貧に見えて復活ご飯は復活するから悪くないんだよな。暴発してる。さあ削っちゃうよ。オッケーオッケー。変えよう。さあ復活。こっからよ。お楽しみはこっからよ。マジでクソ強えこのパーティー。やばい。使ってて楽しいし。よし。格殺。落ちひんのかな。あー惜しいね。あざす。あーなるほど。あータックルじゃないのか。いやー参った。おめえすげえなあ。折っちゃうわ。折っちゃうのか。はい。対戦ありがとうございました。はい皆さんお疲れ様でした。孫一族パーティーで不死身のご飯を使ってみたんですけどいかがだったでしょうか。
まあ強かったよね、そりゃそうだって感じなんだけど。まあでもその孫一族の紫枠って選択肢多いよね、やっぱり。悟空3もいれば、身勝手もいれば、GT 悟空もいればなので、まあ、割かしね幅が効くというか。ただ個人的にはやっぱこういう復活系のキャラの方が今の環境には合ってるのかなとは思ってるんで、まあこれがほんまに最強の孫一族なんじゃないかなって個人的に思いましたね。はい、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。